お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、新環境でね、何を使ったらいいの？と多分皆さん思ってると思いますので、そこで一番ね、今の環境おすすめなデッキを紹介していきたいなと思います。というわけで、新鋭隊ロイホグですね。でスケドラがいて、まあ、スケドラが今結構強いというような環境になりましたね。でヒースピがまだぶっ壊れで、まあゴボリの枠なんですけど、トリトンの方もあるんですよ。そう、トリトンとゴボリどっちでもいいんですけど、なんか個人的にゴボリの方が使いやすくねーっていう感じですね。なんかまあ施設なんで先出しもできますし、なんかね、空の対空のバルーンとかの誘導もできるんで、まあゴボリでいいんじゃないっていうのもありますし、まあトリトンね、ウルトラなんて持ってない方はぜひこの方でね、いいんじゃないと。いや、オロラどうしてもトリトン型が使いでんだよっていう方はもうトリトンでやってください。というわけで、このね、やつデッキでやっていきたいと思うんですけど、なんか、新鋭隊バルーンとかもね、はい、今、ちょこちょこいて、もう、新鋭隊がこう、なんか、増えたってわけではないですけど、まあ、元が少なすぎたんじゃねっていうぐらいでしたから、まあ、若干増えたぐらいですね。で、ボーラーも、若干増えたぐらい。でも、ほんとなんか若干ですね。で、こう、前シーズンから強い、ずっと強い、ロイジェイとかはまだまだ現役バリバリ。はい、すごいいるなというような印象があります。で、まあ結局どのデッキにも共通点があって、スケドラですね。そう。このロイホグもだし、まあ、バルーンには入ってなかったかな。でも入ってる方もあったり、そう、バルーンなんか全てにおいて、全部あれなんですよね、マジで。そう。あいつが、このスケディーラドラゴンちゃんがいるんですよね。というところで、まあ、このスケドラを、てかスケドラを入れとけば、何でも強い説はね、真面目にありますよね。うん、4コスで、だからまあ、マジエチャーと正直一緒なんですけども、マジエチャーの上位互換的なね、こう、ファイボー、こう、で処理、ワンパンされるけど、まあ、それまでにすごい活躍する、で、もうなんか、鬱陶しいキャラっていう感じで、結構ね、暴れまくってますね、スケドラが。なので、スケドラ、加砲されていいんじゃないか、説ありますね。次のね。はい、加砲。なんか、ここまで、なんか、なんだろう、今回、スケドラ別に何も強化とか加砲とかされてないんですけど、まあ、なんか、デリバリーの、こう、加砲とか、ロイヤルデリバリーですね。お、1だけ残った、お前。1だけ、ロイヤルデリバリーの加砲とかがあり、まあそういったところで、こう、まあ、デリバリーでほぼミリ残りになってたんですけど、まあデリバリーがいなくなったことになって、よってね、よりね、こう、輝く時が来ちゃったのかなというところで、うちのマスケは負けないよ！よし、新鋭隊。こう見るとめっちゃ強いですよね、新鋭隊。あの、火力も上がってるので、めっちゃね、防衛で働いてくれます。やば、今の守れる。正直、エリポンにポイズン打って、まあ、一個おられてもいいかなっていうような風な感じで思っていたんですけども、まあ、守れてしまうのが、このね、スケドラ。そしてあと、ゴボリですね。トリトンだと、まあ、ゴレをキング起動とか逆に、ジャイをキング起動とか、まあ、キング起動をこう、する面では、すごい優秀なね、カード、そして3コス、まあ、だと思うんですけど、まあ、施設もね、結構やっぱ使いやすいっていう部分では、非常にね、ゴボリおすすめかなと、思います。というわけで、さあ、ディガーですね。いや、コウモリマジ減りましたね。なんか、ウォールブレーカーコウモリとか、高回転めっちゃいましたけど、そういったね、小物系がマジでいなくなっちゃいましたね。まあ、ゼロではないと思うんですけど、ほぼいないですね。真面目に。かわいそうなぐらいね。まあ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 、お疲れ様でした、ウォールブレーカーというところで、でもなんかね、今までコウモリだった枠が、あれなんですよね。もう全部、あれなんですよ。スケドラ。そう、コウモリの代わりをスケドラにする時代が来ちゃったっていう。これもまたおかしな話なんですけど、普通はね、コウモリの代わりって言ったらお前、サンガゴやんけって。お前、コウモリいなかったらな、サンガゴしかおらんやんけって感じなんですけども、もうサンガゴじゃないんですよね。コウモリの時代は終わり、コウモリの代わりは、スケドラとね、いうところで、これでファイアーボール、ピューンとか来ても泣いちゃいそうですけど、ポイズンでこれ。スケドラとボーポイで気合の、気合、いやお前、マスケッティーヤいらんかったやんけ。マスケッティーヤいらんかったやんけ。もったいないですね。てか、今の守れる
もう正直僕自身も諦めかけてますからね。ラバルこう組まれたりとかしたけど、スケドラの範囲プラスのポイズンでね、いい感じに守れていきましょうと。で、今はこうロイフグ飛ばすとあいつがいるんですよ、ババ。そう、ババちゃんがいるんで、一回こうセパからねして、そうですね、ババセパ対親衛隊セパ、どちらが強いのか、さもうこんなん簡単すぎです。親衛隊セパです。で、スケドラセパして、もうこれでロイフグ的にセパしたら終わるんじゃないっていう感じですね。うちの親衛隊を舐めてもらっちゃあかんぞ。で、どっちかにヒースピピってつけて、スケドラ弱っスケドラ弱っ、 HP が。オッケーオッケーオッケー。火力上がってますからね、親衛隊。こう見えて君知らないだろうけど。で、ここでマスケットを、まあ、残すのが当たり前にというところで親衛隊組んでいきます。これですら相手もきついですね、マジで。ヤザップだったっけ。まあいいや、スケドラもとりあえず適当にセパして、ババいらっしゃいしない、1個捨てたので、この間に逆サイドも行きのヒースピ、あ、ヒースピこれ下手ですね。マスケのとこにつければよかった。なんでこんなとこにヒースピ出してんだ、普通にもったいないですね。で、ボーポエ貼るがあんま意味ないかな、これ。ボーポエ貼るが、いや耐えれねえかーい。ちょっと待って待って待って、お兄さん、マスケ、あー、ナイス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 。おぶね、おぶね、おぶね、おぶね。いや、怖い怖い怖い。やばいやばい。普通に追いつかれちゃいましたが。いや、ヒースピー持ってないですね。あれ、ヤナメ使ってたんで、左側にヒースピーやっとけば、結構大ダメージになったと思いますね。さあ、親衛隊組みます。まあ、親衛隊、結構相手が苦しいですよね。まあ、僕もなんですけど。僕も苦しいんですけどね。で、防波張る必要あるか、貼ります。ヒースピーで回復します。マスケティーやオーゲーイ。いや、待って、やばくね、ほら、親衛隊がもう一発、お前殴るよ最後ぐらい。よいしょ。これだってさすがに完封できないんじゃね。これ完封されたって困っちゃうもん俺。ウェーイ。さあ、やば、2000ぐらいありましたね、タワー。多分2000ぐらいあったのを親衛隊だけで残りね、なんか80ぐらいまでね持っていってくれる。いや、素晴らしいですね。いや、親衛隊なんか、そうなんですよね。なんか気づいたらですよね。いつも、こんぐらいなら処理で、無視できてくね。無視しても、まあ、弾残ってたしっていうようなのが、落ちちゃう、まだいかないですけど、結構軽くね、ダメージ高くなったので、なかなか無視できないですよね。こう、いや、絶対この攻めで無視したら弾折れるとかっていうぐらいなら無視していいと思うんですけど、それ以外を普通にこう、当たり前に無視してたら、結構ね、後々響いて、来ますねと言ったところで、さあ、ナイトゴブリン、ホグスケラ、スケラッティア、スケラッティア、よいしょ。あ、お前エイムが悪す。オッケーオッケーオッケー、いいマスケッティア。まあまあまあ、で、ナイトゴブリンってなんだお前、どっから降ってきた。トルネないし、うわー、トルネはダメー。なんだ、え、なんか、なんだこれ。これボムタワーとかあんのかな。ちょっと一回飛ばします。わー、ウィザード。いや、マジで、結構、あれですよね。この、まあ、トロタイによってウィザードの、こう、使われてる率とか全然違うと思うんですけど、こう僕のトロタイでは、まあ、あんまいないんですけど、こうでもいるのはいるんですよね。で、結構厄介ですよね。なんかウィザードって使われ、あんま使われないイメージがあるじゃないですか。けど結構嫌ですね。あ、ちょっと待って、俺ヒースピと、俺なんかヒースピと、うお、待って、やばい、王冠ウィザード様、ちょっとやべ、ちょっと待って、話がちげえんだけど。まずちょっとスケドラミスっちゃったでしょ。まあまあまあ、でも今のところ施設がなければいけそうなんだけどな、これ。ナイトボーレー来た。ちょっと待って、これあれだな、昨日かな一昨日かな、コメント欄で親衛隊ウィザード来
たらボコボコされるくねってなったんですけど、その通り。できればやるかもしれないんですけど、このウィザードはねめっちゃ厄介ですね。本当に皆さん分かりました、ウィザードの苦しさね。でも強いっすよねこれ本当に。あ、しかもちょっとうまい。まあ、相手がスケル打ってきた時がチャンスですねと。あるぞあるぞ、トレン使った、お前ポケポケポケ、あーで、あ、ボーリー、あーで、しかも投げ、これめっちゃ投げ、かカラスになっちゃったマジで。これはやばいね、俺のダメージ全然通ってない。あーお前シバスペルて、焼き鳥勝て勝て、ちょ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 、まあ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 一回ね、こういうこともありますねと。いや、そうなんですね。ウィザード、こんなきついんですね。皆さん、ウィザードやばいっすね、これ、本当に。ファイボとかなら、ワンチャン、あるじゃないですか。ファイボで、速攻ウィザードの手前にノックバックさして、なんか遠距離系でね、ワッパピュッて、スケダルフッてね、吹いて処理とかできますけど、もうポイズンとかだったらもう、ね、もう、あ、ウィザードちゃん、大活躍の回、おめでとうっていう。感じね、なっちゃいますよね。というわけで、まあ、次ウィザード来たらボコボコにしたいと思いますね。ウィザードされたら普通逆サイのね、ローフグとかが通るんですけど、まあ、ウィザードプラスボーラーいるともう対親衛隊デッキかっつうようにね、両サイドベコベコのボコボコちゃんにやられちゃうんで、まあ、困りましたよね。困りましたよね。本当に困っちゃったもん、さっき。というわけでやってきます。インディラー、インドラも強いですよね。コウモリが言ったら減る。で、インドラの天敵コウモリ減って、あとデリバリーも減って、ノックバックがちょっと減る。って考えたら、結構インドラもね、強いんじゃねって。インドラスケドラが強いんじゃねって。これ一発で強化します。ゴボリ出しても多分一発入ったと思うな。入ってなかったかな。まあいいよ。一発強化して、カウンターですね。単純に。相手もそんなエリがいっぱいあるようなね、そのチート人間ではないと思うので、逆サイヒースピやっちゃおう。さあ、豚。おー、お前スケドラなんで来てんだよ、こっち。さあ、というわけで、一本折れるんじゃないかっていうのがあったんですけど、折れないですね。まあ、スケドラこれ無視痛そうかな。無視でもいいかったかな。レベル12だし。ダメだな。ちょっと、やっちゃいましたね。いや、またラバ来た。まあ、ラバでも行きますね。インディラですね。この牛の、インドラが厄介ですね。スケドラだったら、ボーポイですけど、インドだったら、親衛隊つけて、よいしょ。これね、なんかラバって意外と、こう、ラバとユニットのユニットをあんま出せないので、こう、なんていうんですかね、親衛隊を出してあげると、結構相手もきついっていうね。なんか普通ラバ相手に親衛隊絶対活躍せんやんってなるんですけど、なんか意外とその陸に余裕がないっていうのがやっぱラバデッキの弱点なので、親衛隊をねこう簡単に抑えるっていうのも難しくなってきますよねというところで、さあここ一回落ち着いていいかな、ワンちゃん、あ、これいっちゃおう、いっちゃってこの間に僕ヤザップなので、ヤザップ使ったこの間にマスケでラバ溶かしたいですね。インド来んのかな、うぃ、いやこれ耐えれる、いや耐えれなしぐるなしぶるですね。ふい、ザップ、うぃ、ザップは使ってくれない。あー、相手ピースしてる、ちょっとな、俺もピースしちゃおう。ピース、くそ、こっからですからね。いや、で、マスケはさすがに右下だな。いや、ザップなので、相手が。さすがに。親衛隊出して。で、インディー焼きてえっすね、インディー。ボーポイした。おー、待って待って、相手のエイム。え、相手の空のエイムが良すぎる。インドラ、ポイズンある。オッケーオッケー。施設。で、これババインドか。いや、ちょっとさっきのあのマスケ焼かれたの鬼痛いっすね、マジで。まだありますね。まだあります。
マスクだけは守ってくれ。本当にマスク以外はもう全部どうなってもいいからさ、マスクだけはお前らを守ってほしい。死にたい。こっちにバルーンワンちゃん追い来ない、攻めてくる。結構攻めてきましたね。親衛隊にババを使う。おお、タルー。いや、いい感じですよ。いい感じ。いや、あそこのあっち側すぎやっすね。いや、これあれか、サタやったか。マスケティア、サタやったか。あ、マスケティア。マスケティア。オッケーオッケーオッケー。おい、耐える。タルババ。おい、やるぞ。あ、スケドラでちゃんと防衛してんだな。あー、バービャービャービャー。やるぞ。気合。気合で。気合でなんとかなる。気合で。気合でなんとかなるほど甘くないか。ヒースピー。うぅ。ラバル意外といけそうなんですけどね。意外といけそうなんですけどね。まあさっきよかったな、これ。さっき勝てましたよね。今回負けちゃったな。なんでだ、ちょっとわかりません。スケドラちょっと13にして出直してきます。というわけで、相手も12だったんでね、その言い訳ですら使えないんですけど、まあ本当にウィザードね、きついですね。ウィザードこんなにきついものかというところだったんですけど、もこれ今めっちゃあれなんですよ。勝率高くて使用率も上がってきてて、なんか新環境いいみたいなんで、皆さんウィザード避けて頑張ってください。というわけで、おやすよければチャンネル登録、高評価、コメントもねお願いします。ではお疲れちゃんでした。